シーンってなりませんか？で、そこで次に空っぽにならないでほしいんですよね。もうそこはもう大丈夫です。もう振り返らなくて、今なんで。そう。それでごまかさないでほしいんですよ。そう。そう。だから本当の望みですね。望みに向かっていかないから反省してごまかしてやった気になるんですけど、何が皆さんは今から手に入れたいと思いますか？今、本当の望みっていうと少し重たくなっちゃうと思うんですけど、今皆さん何が欲しいですか？今何を作りたいと思いますか？いいですね。好きな方とのね、結婚。素晴らしい。昨日ね、お話ししたことがなんか役に立ってたら、なんかさ、すごく嬉しいなと思いますけどもね。結婚する。好きな人と結婚する。ね、その結婚したい、愛する人ができて、結婚したいというところをフォーカスしてね、どんどん自分に問いかけてみてほしいですね。どんな結婚生活にしたいって。相手がね、結婚って他人と一緒に暮らすわけじゃないですか。で、その時にいろんなことが起こりますよ。用意しておいてくださいね。反応しちゃダメですよ。自分で作る。自分で作る。そして昨日言ったように、サイクルじゃないですからね。川の流れなので、その川の流れにね、一緒にこうボートに乗ってね、海まで流れていくというか、行ってくれる反応があっても、海の先を見てね、こう乗っていってくれる勇気のある方であることを本当に心からお祈り申し上げます。そうすれば細かなことに少し心が揺れてしまいかけても、作っていく体力ができますので、あ、ちょっと待って、おかしいぞって思うんですよ。反応しそうになったら、自分でいかが作らなくっちゃって、創造主としてのプライドができるので、大きな創造主としての2人になるわけです。で、パートナーの方がね、こういったお話をね、ちょっと縁がないとかね、そういうことも作りがちなので、私たちは。まあ、問題作るのももう素晴らしいぐらい作るね、私たちのクリエーションは。その過去の記憶とか、そういう、やらされじゃない、やってきてるから、そこも本当にもう、卒業ですので、創造主としてのそういうね、メッセージングもね、パートナーの方と共有していきたい、宇宙とのつながりを作っていくとコミットすれば見せていただけるし、星を見に行くとかね、デートでね、そう、綺麗な星を見に行って、望遠鏡で地球とかね、なんかいろんな星を見ながら、そういう話もねしてあげたらね、ロマンチックじゃないですか。ものすごく好きかもしれないし、すでに知っていたなんてこともあり得たりするわけで、恐れずにそれを作ってください。そういう現実を私がどうにでもしていくと思えばいいわけなんです。そう、被害者になる現実を作る必要はないし、作っていると認知をしてれば変わりますから。変わるっていうか、いつもの流れとは違ってくるから、本当に。おかしい。あ、今こんな気分作っちゃってるなって、まだやってしまう人、反応してしまう、創造主としてのプライドが、確立まだしきれない人は、やっぱり休憩に行くなり、なんかこう、そういう、機会は来ると思うので、宇宙のサポート入ってるので。その時に、あ、私が作っちゃった、また。で、認知すれば変わるから、その瞬間に。どんどん作っていきましょう。楽しんで。ないないないとか言ってるのは、ずっとそれがない状態で生きていきたいだけだから、嫌なら手放すしかない。その不快感をね、学んでね、そうやっていくしかない。本当に、それがやる気があるなら。
ちょっと後半の感じでねやっていますけれども、何をね作っていきたいのかって、今、うん、その心地よさ、満足する、今何もなくても満足してる状態で、そうリラックスできるでしょ、その、そうだと、まあ、それが自然なんですよ、そう状態で居続けることを作っていく、気分を自分で作っていく、言葉を使い、音を使い、選択権としてそのリラックスできるものを使い、その NG 行為をしない、不快になるようなことを聞かない、入ってきてもそういう情報が何かの形で訪れてきても、天変地異が起こっても大丈夫、うん、私は大丈夫、私はなんとかなる、家族も大丈夫、断固として強い意志で作ってほしいんですね、うん、はい、それは避難とかはねしてほしいですよ、なんかこう地震が起こったりとか何か起こっても、それはその地球の事情なんで、自然のそういうのは地球のそういうエナジーデトックスなので、そこに住んでる以上はですね、うん、やはりその、うん、あの台風とかその地球のそういうエネルギーリリースに関してお付き合いしていただいて、あの自分の小さな体をね、うん、守るために避難するとかしてほしいけれど、この気持ちっていうか気分は、うん、ありがとうとか助け合ってありがとう、うん、大丈夫できるとかね、そう、そういうふうに気持ちをね作っていく方向に、大きな災害を経験しなくってもやっていけば、そういう事象も起きなくなると言われています、うんうん、そこまでその人間の意識っていうのが本当にその大丈夫っていうのがみんなが作っていた時にね、雲のデザインとかその天気っていうのも作れるというふうに研究しているグループが、オランダに日本人のグループで存在すると聞いたことがあって、あのそういうことはすでに、ね、存在するようですね、うん、そう、そうです、常にね、そうなんです、不快になることもできれば快になることもできるのだということを分かっておけば快を取るでしょう、うん、寒いと温かい、体を温める、寒い取るとしたら体を温める方を取っていくことですね、快を取るというのは、うん、そこから行動も、波及していくわけなので、うん、それは自分の意思ですからね、それは、そう、認知していればそれがどんどんできるけれど、認知していない人はどうするか、振り回されている人に惑わされてはいけません、同調する必要もないです、わかりますか、優しいっていうことはそっちじゃないんですね、うん、それは本人たちの好みでやってることなので、反応して周りに振り回されている人に同調して何かを、共感するなどしてそれを優しさと勘違いする必要はないです、彼らは好きでやっているだけなんです、もしくは無知でやっているだけなんですよ、でそこはあなたが教える必要もないですし、やりたければヒーラーになって伝えていけばいいですね、その機会はきちんと与えられていくし、サポートもされていくし、それはあなたの楽しみになっていくと思います、うん、幸せっていうかなんか楽しみみたいな感じです、そう、だけど自分に集中してどん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 他のことがしたい場合は、うん、そこに一緒になってね同意をするということは、あなたも同じことを好んでいるわけですね、そうでしょう、そう、自分の好みをしっかりと確立させましょうね、快が私は心地よくあることが私の、あの好みだという自信を持ってくださいね、自負を、自分に自信を持つって言いますけど、そこに自負を持った方がいいです、私はいつも快感で幸せであるという、好みを持っているっていうことを大きな自信にして、うん、魂でね、なんかこう生きていってもらえればって思うらしいですよ。うん。さてこのテーマでね、今話してますので、結構いい感じでやっぱり言ってくるなと思って、そう。
反応する生き方、うん、そして自分で想像して生きていく生き方ということについて丁寧に細やかに話をしたわけですけども、つまり不快を取るか快を取るかという感覚でいいんじゃないでしょうか。うん、快を取っていくっていう意思こそが、うん、負け散らすような感じになってくるわけで、選択してるんだっていうことを私たちは分かってねやってれば興味を持ってくれると思うんですね。だからその素敵なそのなんかこうアクセサリーとかすごいこうなんかモデルさんとか雑誌のモデルさんとかもそういう風にしてると思うんですけど、いいなと思ったら寄ってくるじゃないですか。うん、だからその人たちがね自分の好みに気づいてなくてやってるとしたら、私たちが意思でね幸せを取りに行ってるというか、そのクリエイトしているワクワクとか快楽とか安心とか安定を、うん、取りに行っているということが相手が嗅ぎつけてきたら興味関心抱いて寄ってくるから、ありがとうございますって言えばいいですよ。そしてそれを見せ続けて、うん、そこでまたね、うん、なんか妬みとかいろいろ来るかもしれない、うん、来るかもしれないけど、そこで断固とした姿勢と意思を、そして私のクリエーションを見せる必要があります。うん、そこは気をつけてくださいね。皆さんが創造主として解を選び始めた時に、不快の選択をしているにもかかわらず、それを羨んでね、そう、来る可能性を作ってしまうこともありますので、皆さんがそう嫉妬ね、うん、比較から来るんですけど、比較の概念は捨ててください。そう、他者と比較するっていう現実を作ってしまうと、妬みとか嫉妬が来ますので、自分に来るからその現実作ってしまうので、その人が来てるわけじゃないですね。だから比較をやめましょう。比較をしてしまうと紙意識から遠ざかってしまうので、今ね投げておきましょう。比較、無意識の中の 見下したりとか比べる、うん、比べる比較の概念というのを投げておきましょう。うん、ミカエルですよねやっぱり、うん、癒したいっていうことですね。やっぱ癒されるものなんでしょうかね、比較の概念っていうのはね。そう、癒されるみたいですね、うん、いつも私を、呼んでくださいって言ってますね。他からの攻撃にあなたが合っていると感じているときは、うん、他からのね、あなたが幸せな状態で他からの攻撃を受けている、うん、と感じるときは、いつでも私を呼んでください、大天使ミカエルと呼べば私はあなたを守ることができるので困ったことは起きません、ということでございます。呼んでください。そう、しっかり呼んでください。呼ばない人が多いですので、うん、呼ばずに戦わないでほしいって言ってますね。あなたが戦う必要はないと、私がいとも簡単にあなたを守り清めることができるので、それは癒しの必要なこの世の混沌邪悪悪なので、あなたは癒されて守られる必要がありますと、うん、戦わないでほしいって言ってます。勝てないから、うん、悪とあなた方が戦っても勝つことは不可能ですって言ってますね、うん、すごい、鳥肌が立ってる。ちょっと私の今日白いね、そういえば。そう、なんかそのあなた方が悪とあなた方を攻撃して傷つけてくるものに対してね、この世で戦おうとした時にあなた方は負けるでしょう。そして傷つきまた落ち込むという現実をに振り回される、それは悪の仕業なのですって言ってるね。あなた方という創造主を守るために私は存在しているエネルギー体なんですけど、いるんだねいるんだねってコンタクトしておきながら何を言いますかって思うんですけど、うん、その創造主、その幸せとか快を取っていって
世界にそのエネルギーを広めていくエネルギー体として存在するものを守っていく、悪のエネルギーとか企みから守るために、あなたのたちのために私がいて呼んでくださいって言ってるらしいので、使ってもらわないと困ります、あなたを守れないからって言ってますね。何か皆さん人間関係とかそういうことで困ってることがあれば、自力で何かしようとせずに、ちょっと一回大天使ミカエルさんに、ちょっとこれで困ってるんだけど、この人がこうしてくるし、こうなっちゃうから困ってるし、不安なんだけど、なんか怖いんだけど、ちょっと守ってちょっと安心させてくれるかなって言ってみてください。そういう人って周りにいないですか？大丈夫ですか？恐れとか不安を呼び起こさせる、勝手に自分が作ってたとしてもですよ。存在がいるとしたらもうそれ作っちゃうし、あと確実にその経験しちゃしまったっていう人がいれば、そこに対して戦ってクリエイターとしてでも向き合っていかないでくださいって言ってます。逃げてほしい、避難してくださいって言ってますね。たとえあなた方が創造主としてそういった現実を作って反応したとしても、まあもうそこに対してはたとえ前向きになって創造主として解を取っていくと思ったとしても、やっぱりその戦うっていうことは解ではないですし、行かないでください、逃げてくださいって言ってますね。避けてほしいって。そういうものとすらも、現世でのそういう人間でのそういうその、あなたにその不安とかね、まあ、不快感をね思わせる人へのコンタクトは頑張らずに、優しさも持たなくていいし、非難してほしいって言ってますね。何があっても関わってほしくない。チャンネルを、不快なチャンネルを見ないのと全く同じことなのですって言ったよね。チャンネルを合わせないことだからね。だそうですよ。じゃあ職場で嫌な人がいたらどうするんでしょうね。ちょっとこれ他で後から見る人のためにも置いときたいんですけど、もうどうしても自分が行く場所でそういう人がいることを作って、なんか反応して作ってきて、なんかそういう状況にいるような場合は、まあ、あなたがたとえ気分を良くするような力を持って、そういう人が何かしてきてもいい気分保とうとしても、その人はそういうことを、まあそのおならをその場でする人みたいなもんで、だけどそのおならが臭いとあなたはものすごく反応したくなって腹が立ったりとかするかもしれないけれど、そういう人、デリカシーがない人は周りの人に不快を与えて楽しむこと、そして自分も不快を感じることを好きだと思っているしか、もしくは認知がないので、あなたがそこで助けようと思わないでほしいし、本人が望んだタイミングでそれは来るので、あなたは避難して関わりを自動的に避けるような形に今私が持っていきますって言ってますね。あなたが構ってあげて、何かしてあげて、助けてあげたいと思ってもできなくなるでしょうって言ってますね。だから寂しく感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、もうそれはする必要がないのですって。その方から寄ってこなくなるし、関わってこなくなるかもしれないし、またあなたも関われなくなっていくでしょう。とのことです、笹さん。思い当たるということは、そこにチャンネルを合わせているということなので、あなたがそのチャンネルに合わせられないように、私があなたを守って動かしていきますって言ってますね。嫌でももうお互いに合わせられることができなくなるので大丈夫ですかって言ってますよ。
そうだよね。だから嫌だと思っててもさ、結局なんか実は自分が仲良くしたかったりって思ってたりする人もいるじゃないですか。だから確認してるんですよ、本当に嫌なのかって。そう、本当は構ってほしいとか、本当は好きなんじゃないのっていうことじゃないですか。すごい。そう、まあすごいですね。だから本当は嫌いだとか苦手だと思ってる人のことを、実は自分がすごく関心を持っていませんかっていうことを問われてますよ。そうだとしたら、それは あなたの好みだから、今一度見直してほしいっていう感じでしょうね。好み、人に対しての好み、その快不快ができたら、今度は関わってきてる今の周りにいる人たちの快不快の確認もしてほしいっていう、まあ、ある程度作れるんですけど、その魂レベルとかでね、なんかこう実際体傷つけられたりとか、こう、なんかこう、不快が好きな人っていたら、それはもう好みが違いますから、やっぱり、何ですかね、肉が嫌い、ビーガンの人と肉が好きな人って居合わせられないじゃないですか。そんな感じじゃないでしょうかね。まあそれもなくなるとのことですので、なんか自分でどうにかする必要もないとのことですね。はい。そう、苦手な人とかね、今ちょっと大天使ミカエルさんのね、ちょっとヒーリングになんか入ってますけども、さてと、今ちょっとそこの前にですね、エリさんから参加のリクエストがあったんですけれども、いかがでしょうか。間違って押しちゃったのかな、違うかな。なんかエリさんは昨日なんか女性性のねブロックに関して、いえいえ、あのね、いただいたと思うんですけども、あれも面白かったですね。その性っていうのが、そのジェンダーっていうのが、その神の創造だったっていうか、謝罪が入りましたからね。ちょっとすごかったな、あれは。後々自分で私ちょっと聞き直したんですけど、夜ね、寝る前に、面白すぎますね、ちょっと。そう、ちょっとすごい話だなって思ってしまったというか、さあ大天使ミカエルさんのね、そのヒーリングで苦手な人とか困ってる、その人に対しての快不快、人の中での、ありがとうございます、なんかその快不快っていうのがね、こう発生した時に、あなた方のクリエーションとして快を想像していく、存在としてのことでね、立ち向かったりとか、癒そうとしたりとか、分からせようとしたりっていうことをして、あと戦う、反撃するとかね、そういうことをするなどして立ち向かわずにいられないように癒しが施されたわけですけれども、ミカエルさんね、もしくはその場にまだそれでもなんか怖いって恐怖心が抜けないような瞬間が来たら、その後でもその場でも私を呼んでくれ、大天使ミカエル様来てくださいというふうに呼んで、サポートをお願いしますと一言、私今不快がありますので誰々さんとの間でサポートお願いしますと言って、あなたが頑張らないで戦わないで負けてしまう悪の仕業なので、あなたが負けるから戦わないでほしいって言ってますね。そう、立ち向かわない、逃げる、避ける、で私にその助けを依頼してほしい、そして任せる、リラックスする、観察する、何が起こるのか、それをしてほしいということですね。いじめとかね、そう、最近ちょっとなんかこういじめ問題とか、子どもたちのね、そういったケアをね、ちょっと来てるのかなとか思っちゃうんですけど、ちょっとそうですね、その女性のケアとかもちろんしてるんですけれども、男性もしてますし、なんかこうね、コロナとかもあるんですけど、なんかその若年層の方々のへのアクセスっていうのもなんか必要なのかなって思いつつね、どう行くかなって思ってるんですけどね。まあその喫緊で今ね、この状況でちょっと困ってますって
いう方とか、不安がある方っていうのは、その大天使ミカエルさんに自力で何かしようとするのではなくて、あなたが戦うのではなくて、はい、大天使ミカエルさんに一度ね託すっていうことをねやってみてください。そんなものっていうエゴで押しつぶさずにやってみて、生還するっていうことをやってくださいって言ってます。そのためのエネルギー体として私が存在しているので、あなた方は創造主ですので、そのエネルギー体、大切な一つと一つのエネルギー体を守るために私が作られているので、お願いですから使ってくださいって言ってますね。やっぱりツールなんでしょうね、一つの。さてさて、今日はねちょっとティラミスをね、チョコレートティラミス作ろうと思って、今かぼちゃのタルト、この間作ったかぼちゃのタルトがもう美味しすぎて、もう満喫しまくってるんですよ。そう、美味しすぎる。そう、その安心安全とかそういう、なんかこうやっぱり、波動ですよね。ティラミス、さらにケーキ1個しかなかったんですよ、いつも冷蔵庫に。いやけどケーキ屋さんみたいにケーキって2個でも3個でもさ選べる感じで家にあったら良くないかっていうのが起こって、知らない間に自分がケーキ1個作ったら冷蔵庫にもうそれでいいやっていう制限作っちゃったことに気づいたんですよ。あ、別にケーキとかお菓子って自分で作ったもの、料理を作り置きのものってお菓子が2個でも3個でも置いてあってもいいじゃんっていうのに気づいて、そう、毎日お菓子作ってもいいんじゃないかっていうねところなんですけどね。皆さんそういうのなんかこう湧き上がってきてね、どんどんやってみたらどうかなって思いますけどね。それで本当に広がっていくから、そう、なんかほら、不安な気持ちとかさ、その不快を反応して選んでしまっている時、しまってた時って見事にそれも膨らんで、パニック障害経験した方とか不安症の人とかいるじゃないですか。そういう人もどんどん広げていくぐらい力が、そのエネルギー自体に力があるじゃないですか。だからハッピーとか快も同じこうパワーを持ってる、もしくはそれ以上だったり、浸透率があるわけですよね。それではね、そろそろね、このビデオね終わりたいと思いますので、今日も、はい、引き続き寝る前に、日本時刻はもう夜になると思いますので、体を温めて入浴をねいつでもして、体を感じて、悩みたい人はね、それを体で感じたいということですから、残ります。はいはいはい、ですので、引き続き夜寝る前に感謝して、今日も誰々さん、私自体、命、今日ありがとうございました、アファメーションを聞いてもいいですね、聞けない人、忘れちゃう人は一言ありがとうございました、疲れた、もう本当にもうあれだったっていう感じじゃなくって、ありがとうございました、満足ですと、一言、言うだけで十分ですので、それで眠りについてください。で、何か苦しい苦しいと思ってしまう人はもうアファメーション聞くなり、それは幻です。その現象に反応しているだけで、作ってないだけですので、作るっていうことの基本法として、いかなる不快なことが今怒ってて感じているように思ってても、そう、アファメーションを聞くとかするとかして、私はもう一言ありがとうございます、満足ですって、言葉でね、口で音を作って眠るということを、して、朝観察して、朝も、同じようにできるのであればやって、気をつけて、そうやっていくということで、日々の変化、人生は毎日々をなんか変わっていく中で、自分もそこでクリエーションしていってる、プラスのサイクルっていうか、その中、流れの中でね、そう、そう、いいですね、石子さん素晴らしい、エリチンさんも、そう、なんでかって言ったら、やっぱ自分のためなんですよ。そう、
一つ愛してるっていうことでね、ちょっと今日なんかまた続きでやれたら面白いなと思うんですけど、愛してるって好きな人がいるんだったらね、好きだよとかね、家族でもそうだけど、何にもない時に言ってみてください。一回このワークちょっとまたやろうかな。ちょっと愛してるワーク、宇宙チャンネルの愛してるワーク、何のためにやるかって、自分のためなんですよそう、今試しに言ってみてください。ミラクルさん愛してるよって、笹さん皆さん愛してるよって、エリさん愛してる、石子さん愛してるって言ってみて、気分良くない？なんかこうギャンって上がる感じないですか？今見てくださってる方は誰だろうね。そう、嫌な人は見れないのよこのチャンネル、選んでないだけだから。そうなんで、不幸とか不快が嫌いな人ってこのチャンネルは見れないはずです。好きじゃないんだから、選んでないんだから、不幸が好きなんですからそうそうそう、その気がない。だけどこれを見ちゃってる人は好きなんですよ。そうだから、愛してるって言ってみてっていうのは、それ自分で、そのなんで言うか、自分のためですよ。自分が気持ちがいいから愛してるっていうの、愛してるっていう言葉をさ聞いたらさ、気持ちいいでしょ。相手のためじゃないんですよ実は。好きだよ、ありがとう、愛してるよってみんなに言うのって、そう、自分が気持ちがよくって波動が上がるから言うんです。もちろん相手が嫌いな人にそれ言う必要ないよ、言ってもいいけどね、もう言ったら最高、すごいですよ、神。そうそう、まさに神だけど、私は嫌いな人とか職場でね、この野郎と思った人に対して、ありがとうございますって言ったら相手が来なくなっちゃうからやってました。だってその人はそういうの嫌いなの分かってるから。わかります？これ20代の時に私がやってた魔法と訓練なんですけど、まあ面白いですよ。やってみてください、面白いゲームだから。そう、愛してるよとかありがとうっていうのを聞いて不快になる人は不快が好きなんですよ。けどいい気持ちになって、やーって嬉しいってなる人は快が好きなんですよ。そう、快が好きだから選んでるんですね。だからそれ聞いて、もう鬱陶しいって思う人は鬱陶しいが好きなのよ。だからそういうなんかこう攻撃してこられて、なんか嫌だなっていう自分をね、こう感じがいたら、ありがとうって言って実験してみてください。ありがとうございますって、もうとっさに出るように普段から言うことが大切ですね。私訓練してたんですけど、ありがとうございます、ついてますとかね、そう、天国言葉ってあるんですけど、そういうのをね、20代初期の頃に何にもなくても自転車乗ってる時とかに言ってたわけですよ。そうすると音を作る作業なので、日本語だったら、日本人の方は言いやすい、言霊という言葉、システムもカルチャーを持ってるからやりやすいんだけど、英語とか外国語にもあるんですね。思います。だってそれってほら、自分の不快の好みをさ押し付けてきて攻撃してきてるわけじゃん、人に。そんなあなたと悪なことな、悪魔じゃないですか。だからそれは、私は神ですから、ありがとうございますって自分のためにその光を放ってあげれば、いやー眩しいってなるんですよ。なっちゃったわけよ。いや、そんな頻繁に使わないですけど、それ覚えてますね。職場でとっさに出たんですよ。なんか電話で喋ってて、なんかこう NG ばっかり言ってくるから、いやちょっと待ってよってなんか思って、わかりました、ありがとうございますって言ったんですよ。そしたら、じゃあもう終わりますって言って、その電話のやり取りが終わったっていう、即ですよ。言ってみてください、ありがとうございますって。ただだから、メールでもいいし、相手に伝わればいいんで。そう、もうなんかこう言うこと聞かない子とかさ、嫌な親とか、なんか喧嘩して、嫌な親ってのはいないんだけども、喧嘩して自分がね、なんかこう暴力受けたとかですね、なんかそういう本当にこう、もうかなり真剣に、困ってるのは、ミカエルにお願いをして、話をしている時に何かやれるとすれば、ありがとうございますっていうのも、まあ自分は気分がいいので、それ保てるからね。そうそう、愛してるっていうのは自分のためにやるんです。勘違いしないでくださいね。好きですとか愛してるよってやっても減らないし、自分がずっとどんどん上がっていくから、安心してね、その結婚したいというね、お方がいらっしゃる、好きな方、大切な家族がいる方は、ただですし、ゲームだと思って
投げてみたらいいですね、うん、自分が上がっちゃうから不思議ですよ、楽しすぎるこれってなってくるんで、うん、私も旦那さんに本当にゲームみたいな感じでやってみます、やってますけど、元からそれしなくてもほらもう上がってるから、上げ上げなので楽しいから、うん、バイブスでもう出ちゃってるのでそう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 ね、そういうことなんでございます、うん、そうそうだ、親切心とかね、なんか変な、なんかその癒しみたいな感じで意地悪な人にね、なんかいや愛してますとか好きですとかってね言う必要はないですよ、うん、ありがとうございます、はいはいっていう本心ではなんか嫌な、この人なんか趣味が違うし合わないわって思ってても、自分のクリエーションの中には入れる必要はないですので、うん、ありがとうございますでいいんですよ。そうすると向こうが寄ってこれないから、うん、好みが違うっていうのは向こうが分かりますから、そう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 、うん、ビーガンと肉食は一緒には暮らしていけないんだっていうところでね、思い出していけばいいって言ってますね。そうそうそう、好みの違いだから、うん、そう、上も下もない、好みの違い、選択の違い、うん、そうで貢献になっていくのはやっぱり光は強いっていうことは、ミカエルつながりの私からはなんかこうギフトとしてなんかこういいしかないんですよね、本当にね、言いたくないんですけど、うん、真実なので、うん、そう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 、そういうことですね、うん、合う合わないっていうのはあっていいと思いますね。そう、やっぱりヘルツとか周波数でも違いがあるように、そう、いい悪いはないんですけれど、上下とかもないんだけれども、合う合わないっていうその周波数の違いというのは存在するということでございます。 そう、でそこでまあ攻撃的な人はね、兄がいいとか悪いとかでジャッジメントを流してくるので分かると思いますが、気にする必要ない、ありがとうございますどうもって言えば、私の世界からは消えていくので、そして守られますので、そういう神事をした人は、ありがとうございますっていうのを言った人は神事ですから、必ずご褒美がございますので、ワクワクしてやっていけば恐れをなますことなどね、武器を手にしている、武器っていうか、まあ守るもの、うん、神につながる、ものをね持ってると自負した状態でやっていけば、うん、安心安泰の波動でいられるということで、皆さんを守ってる、包み込んだようなね周波数でこれをね終えていきたいなと思います。本当にありがとうございます。うん、皆さんが皆さんの命をね愛して、うん、そしてこの愛してる、ありがとうございますの言葉の力を駆使して、うん、断固とした強い意志を持ってね、日々の生活を取り組んでいくっていうことが大きな何かとかね、その、うん、ことを作っていくし、うん、大丈夫だよっていうことです。で、困ったことが本当にあるのであれば、大天使ミカエルさんに宇宙とつながって、寝る前とかね、なんか寝る前じゃないかな、いつでもいいから、うん、助けてください、アシストお願いしますと言えば、そのことが起こるので楽しみにして、どうなるのかなっていう感じで、そうそう、やってみてください。それではね、今日も本当にありがとうございました。これよりさらに素晴らしいことは何、また問いかけて、皆さんが今ね選択肢でいろんなことで迷っていることが、もしクリエーションの中であるとしたら、他の方法はそれらの中にどんな可能性が、他の可能性は何がある、みんなにそれを見せてくださいということで、これは終わりたいと思いますが、引き続き宇宙の奇跡は続いていきますので、堪能して観察して、満喫して、うん、いってほしいと思います。ではまた、ではまた。